はい、というわけで今回は出汁香る乳という形の麺類ですね。これもなんかスープみたいな感じで、最近いろんなスープとかがありますけどね、食べてみて。まあちょっとした野草具みたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。こう、あ、麺がね、すごく、スープの味わいが効いてて、麺類とか、もう卵が甘いですね。甘卵にしてあって。この麺類もなかなかいい。でこの椎茸とね、葉っぱ類が良くて、なかなかいいですね。これにちょっとなんかシソなんかあってもいいんじゃないかなって感じ。で、シソがほらお腹痛い時とかそういうところにちょっと効くと思うんで、なんだけど。この乳麺のね、キノコとよく合ってね、キノコじゃなくて椎茸によく合って、なかなかいいですよ。ちょっと薄口で、それでこう薄口なんですね。もちょっと濃いでみたいな感じで、まあ卵だしの、甘い卵だしに、このそうめんに葉っぱ類とこの椎茸、これがなかなか合わさって結構いいですよ。だから、夕飯食べた後にちょっとしたものを食べたいなという感じな、ちょっとした、食べ物というよりは、スープみたいな感じですが、そういう風な感じで食べていただけると、なかなか結構いろんなスープとしていいなというふうに思いますね。どうもありがとうございます。